ウォールストリート駅は、ニューヨーク市地下鉄、IRT ブロードウェイマイナス7番外線の駅で、ある。マンハッタン区、フィナンシャルディストリクトのウィリアムストリートと、ウォールストリートの交差点に位置し、2系統が、終日、3系統が深夜を除く終日停車する。駅名頭文字の W を描いた、カルトゥーシュ1918年7月1日。 ブロードウェイナス -7 番外線は34丁目。ペンステーション駅から本線がサウスフェリーループス駅まで、ブルックリン支線がチェンバーズストリート駅から本線より分岐市東駅まで延伸され、東駅はブルックリン支線の終点として開業した。新しいエッジシステムが1918年8月1日に導入され、タイムズスクエアマイナス -42 丁目駅北を 走行するすべての IRT ブロードウェイマイナス七番外線列車はサウスフェリー駅、ウォールストリート駅方面行きとなり四十二丁目駅から分岐しグランドセントラル駅へ向かっていた列車は現在の四十二丁目シャトルとなり両駅間の往復運転となっているこの H システムの導入の結果今までチェンバーズストリート駅等駅間のシャトル運行であったブルックリン支線の列車は 全列車本線へ乗り入れるようになった。1919年4月15日、クラークストリートトンネルが開通しブロードウェイマイナス7番外線は、ボローホール駅まで延伸、当駅は終着駅から途中駅へと役割を変えた。1964年から1965年にかけて、当駅はブロードウェイマイナス7番外線の第応駅と、共に、 一両あたり51フィートの IRT 車重量編成の列車の入線に対応するためにホーム有効長を525フィートに延長した。1995年、または付近に他線の駅が多く位置しているためブロードウェイマイナス7番街線ウォールストリート駅か、レキシントンアベニュー線、ウォールストリート駅のどちらかを廃止することを検討していたが、 最終的にどちらも廃止されることはなく、現在も営業を続けている。駅は、島式ホーム一面と、線路二線を有した一面二線の地下駅で、ブロードウェイマイナス七番街線ブルックリン支線の、マンハッタン区内最南端の駅である。駅の南側では、線路はイースト側を、クラークストリートトンネルで、モグリブルックリンクへ入り、クラークストリート駅に到着する。当駅は、 ニューヨーク市地下鉄内の他の島式ホームの駅と比べてホーム幅が狭くなっている。ホーム床面はダークブルーのタイルが敷かれており青の柱が等間隔に立っている。柱には黒地に白でウォールストリートと書かれたニューヨーク市地下鉄標準の駅名標が掲げられているほか壁面には白地に黒でウォール ST と書かれた駅名標がある。駅には 以下の4箇所の解説口がある。ありがとうございます。